ブラックキャットはマーベルコミックのアメリカンコミックスパイダーマンに登場するキャラクター。本名はフェリシア・ハーディ。ライターのマーブ・ウルフマンとアーティストのキース・ポラードによって作られザ・アメージング・スパイダーマン194で初登場した。ブラックキャットは腕利きのキャットバーグラーだったが後に改心し、現在は時々クライムファイターや冒険家をしている。彼女は スパイダーマンの特に数少ないコスチュームをまとった恋愛対象の一人である。1979年クリエイターのマーブウルフマンは、スパイダーウーマンの敵となるべき女性を求めていた。彼はキャラクターを近くにいる者に不幸をもたらす。黒猫が登場するテックス・アベリーのカートゥーン、呪いの黒猫をベースにしたものにしようと決めた。ブラックキャットのコスチュームと外見は後に、デイブ・クックラムがデザインした。 ウルフマンはマーベルコミックス社内でアメージング・スパイダーマン氏に持ち場が変わった時自分のキャラクターを連れてきた彼女が初登場したアメージング・スパイダーマン194のレターズページの下部でスパイダー・ウーマン級のカバーにするつもりだったサムネイルを見ることができるブラックキャットはしばしば DC コミックスのキャット・ウーマンへのリスペクトだと間違われる フェリシア・ハーディの特徴的なコスチューム、キャットバーグラーを公言していること、そしてスパイダーマンとの着実な交際は、セリーナ・カイルがコミックスで似たような表現をするのは、その約10年も後のことである。キャットウーマンはコミックスでの人生の大部分を、巧妙な犯罪以外のすべてを大きな猫たち刺激して行う、紫の衣装を身にまとった女性のスーパーヴィランとして過ごしている。 バットマンは彼女がバットマン1発登場した際に恋愛上の興味を示しておらず、現在のような黒号をまとい、バットマンとロマンチックな関係を築くキャットバーグラーは1987年のフランク・ミラーがクラシックのバットマン・イヤーワンで書くまで登場していないのである。キャラクターは2つのミニシリーズで主役になり、スパイダーマン関係の様々なタイトルでサポートキャラとして登場している。 ライター兼ディレクターのケビン・スミスは2002年にミニシリーズスパイダーマン、ブラック・キャット、ザエビル・ザット・メンドゥを書き始めた。3号まで刊行された後2005年までシリーズは中断していた。スミスはついに原稿を書き終わったことを明かした。2000年代の中頃、彼女はクローズと題されたリミテッドコミックブックミニシリーズでウルバリンと共に主役を張った。現在、 ブラックキャットはヒーローズ・フォー・ハイアーの2巻でリードキャラクターになっている。ニューヨークのクイーンズに生まれたフェリシア・ハーディは世界的に有名なキャットバーグラーを父に持っていた。逮捕される前に彼は彼女に決して妥協するなと勇気づけた。大学1年生の時、フェリシアはボーイフレンドのライアンからデートレープされた。犠牲者であるという考えを嫌悪し、結果の重大さにかかわらず、 彼女はレープしたものを殺害しようとした。彼女は授業をサボって様々な戦闘スタイルを呼び、アクロバットのトレーニングを始めた。最終的に数ヶ月に及ぶ準備の後、彼女は復讐の結行を決意した。しかし彼女がライアンを見つける前に、彼は飲酒運転事故によって死亡していた。彼女の低操を奪った男の命を奪うチャンスを失ったことに腹を立てて、ハーディは、 父の足跡を辿るために新たな力を役立てようと決めた。説盗によって財を成した後、フェリシアはコスチュームアイデンティティの採用を決めた。彼女が最初にブラックキャットのコスチュームを着たのは彼女の父を脱獄させる際である。その夜彼女はスパイダーマンと出会う。男性には剣を抱いていたが、ファリシアはこの孤独なヒーローに自分との類似点を見出した。 スパイダーマンは彼女が信頼できると感じた初めての男であり、彼に恋心を抱いているという確信を強めていく。フェリシアは彼の信頼を得るための方法を模索しつつも、ブラックキャットとしても活動し続けたが、彼の連上に働きかけるには、見当違いな試みだった。フェリシアにとって良いことに、スパイダーマンは彼女の犯罪の記録を抹消するために、あらゆる努力をした。 キングピンが信じがたいほどに強力な起爆装置をコントロールしていることを知ると、ブラックキャットはついに自分自身の力量を試す機会を得た。オールはニューヨークシティを人質に取るために兵器を使おうとした。しかしドクター・オクトパスは街を破壊するためにそれを使おうとした。ブラックキャットは自分の能力をそのアイテムを盗み、あらゆる政党から守るために使うことができた。彼女は 起爆装置をスパイダーマンに渡し、ドクター・オクトパスの復讐の標的となった。スパイダーマンは彼のメカニックパーツをズタズタにすることができたが、オクトパスは未だにそれらを精神的にコントロールすることができた。ブラックキャットはアームが攻撃を仕掛ける間、囚われていた。スパイダーマンは、やっとのことで彼女を取り戻しすぐに病院に連れて行き、数十カ所に及ぶ弾丸と、 ナイフによる怪我の治療に当たらせた。ピーターはその時自分がどれほどフェリシアを愛しているかを悟った。彼女が回復すると彼らは交際を始め間もなくピーターは彼女に正体を明かした。しかしフェリシアがピーターのマスクの下の正体がただの人間であるという事実を受け入れることには多大な困難が伴った。特に彼が一般市民としての生活を 必要していることが理解できなかった。ピーターは傷ついたが、スパイダーマンとしての生活を隠す必要がない相手は、初めてであったため交際は継続した。当初、ブラックキャットの通り道を横切った者たちに降りかかった、最南端によく計画された、スタント、またはトラップだとみなされていた。スペクタキュラースパイダーマン75での臨死体験以後はフェリシアは、 スーパーパワーを持っていないことが彼女をスパイダーマンの不利になっているのではないかと危惧するようになった。彼女は彼が彼女を守る圧倒的な必要がいつか彼の命を奪うかもしれないと恐れた。フェリシアはスパイダーマンに匹敵するものになる方法を模索した。トニー・スタークが失踪したこと、ヘンリー・ピムが彼女に電話を返さなかったことを知り、アベンジャーズやファンタスティック4にも拒絶されて、 フェリシアはスコーピオンやフライを作るのに使われたのと同じような処理を施される機会を与えられた。キングピンはそれをブラックキャットへの窃盗の代償として使うことに決めた。犯罪者のキングピンによって力を与えられたことを恐れ恥じたため、彼女は新たな能力をピーターから隠し続けようと決めた。シークレット・オーズでスパイダーマンが地球を離れている間、 フェリシアは彼を探してアベンジャーズマンションに赴いた。そこでビジョンが彼女にアベンジャーズに入団するチャンスを与えたが単にスパイダーマンにしか興味がなかったため断った。二人の間に秘密という壁を感じてスパイダーマンはフェリシアと別れた。彼は間もなくなぜか運勢が悪くなっていることに気づきドクター・ストレンジに呪いを取り除くために協力を要請した。 しかし、呪いの源泉が著しく変わり、ブラックキャットのパワーは時間の経過と共に変わっていった。彼女は、間もなく、高められた力、俊敏さ、バランス感覚、視覚能力、そして格納可能な爪を獲得した。ブラックキャットは、外見と態度を改め、スパイダーマンと再び付き合い始めた。彼女は、ピーター・パーカーとしての普通の生活と折り合いをつけ、彼が、 スパイダーマンとして殺人で訴えられた時には彼を擁護した。彼らは一緒に彼に濡れ衣を着せる綿密な計画の黒幕を追い、ホレーナーとして知られる傭兵と戦った。最終的に彼の人生がめちゃくちゃになったように思われた時、スパイダーマンは帰宅し、彼の人生を破滅させる計画を検討しているブラックキャットを見つけた。彼は彼女を追跡し、 彼女が自分を振った彼を決して許しておらず、その仕返しにフォレーナーの愛人になったことを知った。計略の中で起こってはいたが、フェリシアはピーターを愛そうとする願いに立ち戻った。最終的にブラックキャットはフォレーナーの前を二度通り過ぎ、新たな人生を求めてヨーロッパに旅立ち、そのことはピーターにメリー・ジェーン・ワトソンの助力を見出させ、新たな交際を始めさせた。 ブラックキャットは、ピーター・パーカーを探すために、アメリカに戻り、ベノムによってピーターが、メリー・ジェーン・ワトソンと結婚したことを知らされがっかりした。怒り嫉妬し、フェリシアは夫妻に嫌がらせを始め、物理的に、メリー・ジェーンを怯えさせ、彼の親友のフラッシュ・トンプソンと付き合って、ピーターをなじった。彼女はトンプソンを心から愛するようになり始めたが、 彼は最終的に彼女の秘密を知り振った。ブラックキャットは最終的に怒りと嫉妬の感情を水に流し、スパイダーマンとメリー・ジェーンの友人となった。彼女はマキシマム・カーネージ・アークにおいて、カーネージとその子供たちと戦うスパイダーマンと、ベノムたちの数少ない賛同者の一人であった。もともとはカーネージを倒す唯一の方法は、 殺すことだとするベノムの考えに賛成していたが、最後には彼女は思いやりを持って、混乱と戦おうと努めるスパイダーマンに賛同して、戦った。スパイダーマンが超人的能力を除去する装置を使った後、ブラックキャットはそれらを戻すために、再び装置を見つけて、彼を治療した。しかし、その過程で、ブラックキャットの猫のような能力は、完全に消滅した。彼女は、 その後、ティンカラーから自分のコスチュームに組み入れる装備を購入し、失われた能力の埋め合わせをした。彼女は時々スパイダーマンと共闘している。スパイダーマンが世間に正体をさらした後、彼の正体を知っているという絆を共有していたと感じていたためブラックキャットは失望した。彼女は現在ピューマとして知られるトーマス・ファイアハートと付き合っているが、 彼女の新しい性的な興味の対象はフェリシアは、ピーターに対しいくらかロマンチックな気持ちを残しているのだと注意した。ブラックキャットは継続中のシビルウォーで新たなヒーローズ・フォー・ハイヤーのメンバーであるが、ミスティナイトはフェリシアは単に金を目当てにして所属していることをほのめかしている。当初はスパイダーマンで頭が一杯の不安定な若い女性として表現されていたが、 フェリシア・ハーディは強い意志を持ち聡明なウェブスリンガーの妨害者へと進化を遂げた。二人が付き合い始めた時、彼女の性格は先迫だった。例えば、ピーター・パーカーがフェリシアに正体を明かした時、彼女は彼にマスクを戻すように行こうた。つまりは彼女は平均的な男性としてのスパイダーマンという考えに対処ができなかったのである。フェリシアは誠実な友人であり、 臨機応変なファイターであり、猫の名にふさわしいのである。当初、ブラックキャットは超人的な能力を何一つ持っていなかった。その後、彼女は確率上に影響を及ぼすミュータント能力を潜在的に持っていることが明らかになった。この能力は人為的な方法を用いて活性化した。彼女がストレスを感じると銃のジャムや暴発、あるいは足をつまずく。 とうとうの突発的な事故と思われやすい脅威を周囲の人間に無意識に引き起こす。この能力は最終的に彼女と長く付き合った人間に対して問題を引き起こすという副作用を出すに至った。ドクター・ストレンジは最終的に彼女の能力をいじって望まざる副作用を取り除いた。しかしこの魔法による干渉は彼女に猫のような能力、つまり指先に 出し入れできる鍵爪を与え、超人的な素早さと力、赤外線を見分ける能力を与えた。彼女はそれらの能力を魔法が弱まった際に失った。ミニシリーズ、クローズの3号では彼女はフェロモンを鍵分けることができると述べているため、未だにいくらか動物的な嗅覚を持っている可能性はある。ブラックキャットはオリンピックレベルのアクロバットの反射力と、 俊敏さとスタミナを持っている。彼女は肉体的にたくましく強人であり、かなりの耐久力を持っている。彼女は卓越したストリートファイターで幾人かの武装した殺し屋を相手にして無傷で叩きのめすことができるほどである。戦闘時の彼女の強さと凶暴さは、セーバートゥースのようなミュータントの殺し屋さえも遥かに圧倒する。ブラックキャットは、 金カラーから彼女の敏瘡さを引き上げ強さを高めるためのいくつかの装置を入手してもいる。彼女は拡張された敏瘡さを認識するために脳の平行感覚中枢と相互作用するイヤリングを身につけている。赤外線や紫外線のような様々な電磁的なスペクトラムの範囲を見るコンタクトレンズを持っている。彼女のコスチュームは彼女の力を常人以上のものにする。 マイクロサーボモーターを含んでいる。彼女のコスチュームのグローブは、マイクロフィラメントが仕込まれており、彼女が指を曲げると格納可能な爪を形作り、ほとんどの表面を引き裂き、容易に壁をよじ登れるようになる。さらに、コスチュームはぴっちりとした形状と胸の谷間をさらけ出す、深い V ネックによって、取り乱させ、挑発し、男性の攻撃者の集中力を奪っている。 この装備を使って、ブラックキャットは超人的な能力を持つ敵対者たちを倒すことに成功している。ブラックキャットは、それぞれのグローブのファーに小さなものを掴むフックの装置を持っており、ビルからビルにスイングして移動できるが、スパイダーマンほど速いわけではない。ブラックバットは DC コミックスのバッドガールとマーベルコミックのブラックキャットが融合した姿である。 ルーク・ケージのレジスタンスの積極的にものを言うメンバーとして登場し、ジェノー社での最終決戦に参加した。この全年齢対象のシリーズの14号で、スパイダーマンはブラックキャットと戦った。マーベル漫画バースの世界では、ブラックキャットはサイバネティックによって強化されている。彼女はもともと単なる泥棒で呪われた魔法のアミュレットを、金銭的な価値のために盗んだが、 この行動がデビルハンター、マッド・マードックの注意を引き彼女は、ま、うたつにされた。犯罪者のキングピンは、彼女の体をサイバネティックスを用いて再構成し、その中には彼女が彼に歯向かおうとすると活性化するシャットダウンメカニズムも含まれていた。キングピンの任務を完遂すると彼はそのメカニズムを非活性化すると言っていたが、 約束を守ったのかそのままにしてあるのかは不明である。彼女はスパイダーマンの昔の恋人だが、ニューマンガバースのストーリーラインでは彼女はムーブオンしようとしており、現在はウルバリンへの恋心を見せている。しかしストーリーアークの終わりでは彼女はニック・ヒューリーと共に登場しており、本当の狙いがあることは明らかである。ゾンビ化したブラックキャットは、 アイアンフィストと戦っている様子が、ごく短いが見られる。彼はパンチで彼女を貫いて、穴を開けた。MC2 として知られる、マーベルユニバースの未来の一つを描いたコミックスでは、フェリシア・ハーディは、フラッシュ・トンプソンと結婚し離婚するまでに二人の子供、フェリシティとジーンを設けている。この世界では彼女は明らかに、ブラックキャットを引退しており、民間の調査機関で働いている。 彼女は同僚の女性とロマンチックな関係を始め、その事実は彼女とその娘たちとの間に緊張関係を生み出している。フェリシティは一時的に新たなスカーレット・スパイダーというアイデンティティを採用した。ジーンは現在メイ・パーカーと付き合っている。スパイダーマン、フェアリー・テイルズの1号は赤ずきんのおとぎ話に基づいている。メリー・ジェンは 赤ずきんの一人でピーターは森の住人の一人である。メリー・ジェーンはフェリシアという名の猫を飼っている。フェリシア・ハーディは現在も観光されているシリーズの17号に登場している。彼女はピーター・パーカーとメリー・ジェーン・ワトソンが通う高校に転校してくるティーン・エイジャーである。フェリシアは暴力的な過去と対決的な性格からバッドラックとみなされていた。 彼女はフラッシュにちょっかいを出し、彼のガールフレンドであるリズ・アレンに戦いを挑んだが、それは単に手をつけられない女の子という評判を確立するための企みだった。現在までにフェリシアが超人的能力やブラックキャットというマスクドアイデンティティを持っている兆候はない。違うバージョンのフェリシア・ハーディはブラザー・ブードゥーに主導されるチームの一員である。アルティメット・ユニバースで展開する。 アルティメットスパイダーマンでは、ブラックキャットは、ウィルソン・フィスクを、父親のあだだと考える若い女性、フェリシア・ハーディである。復讐の相手を探して、彼女は、彼が、昏睡状態に陥った妻に使おうとしていた、計り知れない価値を持つ薬を盗み出した。キングピンは暗殺者エレクトラを回収のために宿った。ブラックキャットが浜に投げ入れた時、エレクトラは、さえの一つを、 ブラックキャットの胸に投げつけ、死の淵へと追いやった。彼女は死んだように思われて、誰にも見つけることができなかった。彼女は、その後ギャングの構想の最中に復活し、スパイダーマンの右のこめコみを狙撃しようとする、ハンマーヘッドを止めた。彼女は、キングピンを取り除くことを意味するならばと、他のヒーローは気に食わないようだったが、ハンマーヘッドを狙うことに興味を示した。 危機的状況は収束した後、彼女はマスク越しにスパイダーマンに情熱的なキスをした。かつてからの彼への興味は強くなっていた。彼女は明らかに自分とピーターの間の年齢の不釣り合いという考えは持ち合わせておらず、彼が走り去った後、彼は既婚者であるに違いないと思っていた。彼女がどうにかして、彼のマスクを脱がし彼が実際にはどれほど若いかを、 知るに至って彼女はうんざりしてしまった。発見がもたらしたショックと困惑は大きく彼女は彼のユニフォームに履いてしまった。アルティメットの世界ではブラックキャットはローレベルのミュータントで彼女の力と俊敏さはアルティメットスパイダーマンの中でも平均的な域にある。このバージョンではブラックキャットは実際には ブルネットのショートヘアだが、シークレットアイデンティティでは白髪のカツラを装着する。ついでに言うとこのカツラは、ブラックキャットの頭皮にかなりしっかりとくっついているようだ。一度ならず、エレクトラはそれを力いっぱい引っ張っていたが、外れることはなかった。彼女はそのストーリーの中ではずっとコスチュームを着ていた。ため、彼女は元の姿から自分自身の髪を伸ばし染め上げることができるのかも。 知れない。ホワットイフの、ホワットイフザエリアンコスチュームハドポゼストスパイダーマンというストーリーでは、ミスターファンタスティックが、ウェブスリンガーと切り離しに間に合わなかったために、シンビオートは、スパイダーマンと、永久的な繋がりを持つようになった後、フェリシアは超人たちのアドレナリンを糧として生きる、シンビオートが、弱体化した、スパイダーマンを捨て、ハルクに乗り移ったことを知るまで、 好き勝手に犯罪を犯していた。彼女は他のヒーローたちが反対する中で、ハルク殺害派に回った。スパイダーマンの葬儀の後、彼女はキングピンから接触を受け、生涯使えることを条件にシンビオートを殺す兵器の開発を助けるという申し出を受けた。そうや、ブラックボルトの活動のおかげで、ヒーローたちはすでにシンビオートを倒し、 ドクター・ストレンジが消し去ろうとしたとき、フェリシアは、神病とを殺し続けざまに正義の遂行のために、彼女がどれほどの代償を払ったかを知らないヒーローたちをきつく、叱った。別のストーリーでは、スパイダーマンは、メリー・ジェーンではなく、ブラック・キャットと結婚している。スーパー・ヴィランたちとの戦いの中でロマンスを再び、燃え上がらせていたが、彼らの関係は、 彼の蘇生の秘密を保つために一緒に暮らすことができないといった要因によって複雑なものになっていた。フェリシアのピーターのメリー・ジェーンとの間の友情に対する嫉妬の入り混じった不注意によってスパイダーマンの蘇生が正体不明の密告者にバレてしまってから彼女は彼女がメリー・ジェーンを殺そうとしているのではないかと思い込んだパラディンによって殺害されてしまう。 結果としてピーターは愛するものを失った悲しみを共有するシルバーセーブルとロマンチックな関係を築くようになる。ブラックキャットは1981年のスパイダーマンシリーズのエピソードキュリオシティキルドザ・スパイダーマンに登場している。スパイダーマン1990年代のテレビアニメシリーズスパイダーマンではフェリシア・ハーディと彼女のもう一つの顔、ブラックキャットはそれぞれ ピーター・パーカーとスパイダーマンの初めての潜在的な恋愛対象として描かれており、メリー・ジェーン・ワトソンが唯一のライバルとなった。フェリシアはビジネスウーマン、アナスタシア・ハーディの育ちがよく裕福な娘であり、キャットとして知られる職業的宝石泥棒で、第二次大戦のスーパーソルジャー・フォーミュラを覚えていた。ために何年もの間習慣されている、父親の記憶はかなり曖昧になっている。 一般人としてフェリシアは少し小柄だったが、歯切れの良いアイルランドなまりで話し、鋭い知性を持つ魅力的なブロンドの女性であった。彼女は短期間、マイケル・モービウスと付き合い、その後、ジェイソン・フィリップスと付き合うが彼がホブ・ゴブリンであると発覚し、ショックを受ける。この番組での彼女は、キングピンコとウィルソン・フィスクによって、かつてキャプテンアメリカになされた、 スーパーソルジャー計画のアップグレード版の実験台にされ、肉体的な強さや俊敏さや機敏さ、そして髪の色を白くし、コスチュームを変えるなど、外見上の変化をもたらす能力を与えた。彼女はある種のノックアウトガスを手首から噴射する能力や、伸縮自在のケーブルと固定用のフックを装備として持っている。彼女は単にコスチュームの一部なのかもしれないが、 爪を持っている折、鉄やコンクリートを引き裂いたり切断したりできる。スパイダーマンは、アニメのシークレットウォーズで、互いによく、働き、彼女とキャプテンアメリカが互いに惹かれ合っていたために、彼女を引き入れた。声優は、ジェニファー・ヘール。日本語版は、斉藤恵里。スペクタキュラースパイダーマンブラックキャットは、スペクタキュラースパイダーマンのエピソード、アンサーティンティー・プリンシプルで登場した。 ハロウィンのフェスティバルのシーンでお金を詰めた大きなズタ、袋を持っていた。このシリーズでは彼女はこれまで単なる盗賊として描かれており、正体は明かされていない。彼女はスパイダーマンのようなウィットを持ち合わせており、彼に対して恋愛感情を持っているらしく、二人が会うたびにちょっかいを出している。ブラックキャットは第一期最後のアークで黒いスーツを着て登場した。 彼女の声はカナダの女優トリシア・エルファーが担当した。彼女は新病とを盗み出そうとしたところでスパイダーマンに止められた。カメレオンがスパイダーマンを落とし入れた時彼女はスパイダーマンの汚名をす,すぐことに賛同しその過程で市長のネックレスを盗み出した。彼女はこのエピソードで終始スパイダーマンをたぶらかしていた。エピソードの最後のシーンで スパイダーマンに逆さずりになったまま彼のマスクを半分押し上げ、スパイダーマンアニメシリーズを彷彿とさせる象徴的な方法でキスをした。しかし、実際には彼に彼女が盗んだものを気づかせないようにするためのキスだった。彼女はインターベンション及びネイチャー VS、ナーチャーというエピソードで亀を出演している。彼女はアコンプリシスで 地下オークションの直前にジャンプドライブを盗みに入ったが、ハンマーヘッド、シルバーセーブル、ドクターオクトパス、フレデリック・ホスウェル、ロドリック・キングスレーラ入札者たちに捕らえられた。最終的に彼女はシーズン2第12話オープニングナイトに登場した。彼女はボールトに潜入し、投獄された彼女の父親を脱獄させようとした。彼女の父親は彼女の正体が 自分の娘、フェリシア・ハーディであることを悟っていた。ちょうどその頃、スパイダーマンはセキュリティをテストする目的で、ボールトに囚われていた。グリーン・ゴブリンが監獄のコンピュータープロトコルをハッキングしたせいであった。ブラック・キャットは、スパイダーマンが犯罪者たちをやっつけるのを助け、父親をスパイダーマンに明かした。その人物こそ彼の父親を殺害した男であった。 クライマックスでは3人のうちの1人が、独房の奇収容者たちを罠にかけ、神経ガスのバルブを解放する必要があった。ブラックキャットは、スパイダーマンを指名したが、彼女の父親は、ベンの殺害の罪を償っていないとして、自分の自由と引き換えにガスを充満させる役目を、引き受けた。スパイダーマンとキャットが脱獄する折、グリーンゴブリンが襲来し、スパイダーマンに奇襲をかけた。 ブラックキャットはゴブリンを追い払ったが、父親を自由にできなかったことに怒り狂い夜の闇に消えていった。その折、スパイダーマンに彼女の父親を戻らせたことについて復讐すると誓っている。ブラックキャットは小説、スパイダーマン、ザ・ダーケスト・アワーズで主要キャラクターの一人である。彼女は、ドゥームズ・デイ三部作の第一作で、ダニー・フィン・アラスとエリック・フェインによる小説、 スパイダーマンザ・インクレディブル・ハルク・ランページにも登場している。アメージング・スパイダーマンにで初登場。フェリシティ・ジョーンズが演じた。オズコープ社の役員の助手だったが年の近いハリー・オズボーンに気に入られ、実績がないにもかかわらず、いきなりハリーの秘書兼 CEO 補佐に抜擢される。ハリーが重役たちの不満を会社内で孤立する中、 彼にとって唯一の心の支えとなり、オズコープ社の秘密研究所の存在を教えた。その結果、ハリーがグリーンゴブリンとなる手助けをすることになった。本編から削除されたシーンでは復讐の鬼と化し、半家を翻した幹部たちを残殺したハリーをフェリシアが発見するが、ハリーは手を出さずにフェリシアを逃がしている。その後、 ブラックキャットとなる場面はないままシリーズが打ち切られたためスーパーヒーローになるのかもヴィランにもなるのかもわからないままの非常に珍しいキャラクターとなった。ありがとうございます。